早坂茂造は日本の政治評論家、田中角栄の政務秘書を23年間務めた。日本列島改造論の名付け親でもある。秘書辞任後は多くの著書を出版した。北海道函館市恵比寿町出身。聖家は五福屋を営み、旧制北海道町立函館中学校を経て、旧制広崎高等学校を卒業後、 早稲田大学政治経済学部新聞学科に入学。大学時代は学生運動にのめり込み、一時日本共産党にも入党した。1955年に同大卒業。学生の頃からいずれは新聞記者になろうと思い、新聞社の入社試験を受けるが、朝日新聞は年齢制限で受けられず、読売新聞では、 最終面接の13人の中の一人に残るが、前歴が、前歴だけに、思想調査では練られ、名も知らぬ、新聞社だった、東京タイムズに拾われた。政治部記者として、最初の仕事は、岸信介の番記者、次に日本社会党記者クラブに行き、安保闘争の後、自民党の佐藤派を担当、田中閣営と知り合う。百六十二年十二月、 大倉大臣の田中に呼ばれ、俺は十年後に天下を取る。お前が学生時代、赤旗を振っていたことは知っている。そんなことは構わない。天下を取ろうじゃないか。一生一度の大博打だが、負けて、もともとだ。首までは取られない。どうだい、一緒にやらないかと誘われ、同月10日、大倉大臣秘書官事務取扱いに就任。以来、 内閣総理大臣在任中とその後のロッキード事件による逮捕の時期を含め、田中が脳梗塞で倒れるまでの23年間にわたり、政務秘書を務めた。1972年、田中は総理となるが、田中金脈問題の追求と、金剣政治の渦に巻き込まれ、1974年12月9日、在任2年5ヶ月で首相の座から、自ら離れた。 翌年1月の松の内が明けた頃、事務所で田中が政治の世界はヤクザものの世界だ。俺はお前がね、いつになったらヤクザになりきれるか、それをずっと見てきた。ところがお前はヤクザになりきれなかった。これからもなりきれそうにない。お前はやっぱりジャーナリストが性に合っているぞ。その気になったら背中に株を背負わせてやる。新聞社。 テレビ会社の主筆、専務にでもなれ、お前の名義の株だから、それさえ持っていれば、俺がどうなろうと、びっくともするもんじゃない。どうだ、やってみないかと勧めた。早坂は、田中の温情が身に染みるほどありがたかったが、失意の彼が時をやり過ごしながら、再び中原に駒を進める機会を待っていることを、痛いほど理解していたため、親父さん、まだ総理を辞めて1月です。 私は役立たずだけど、もう少しそばに置いてくれませんかと言い、勧めを断った。その一年後、太平洋の向こうからロッキードの小石が飛んできた。1976年7月、田中は逮捕され裁判が始まると、それまで今大鼓、平民最小と持ち上げてきた世の中は田中に手のひらを返した。加えて、マスコミも田中に激しく筆中を加えた。 それにつれて、マスコミ対応が存在となっていく早坂を、週刊新潮は、号願不尊が3つ揃いを着て歩いていると評した。1985年2月7日、竹下昇が波中派の創生会を結成。田中は、事態収拾に動くが、その下中の2月27日の夕方、脳梗塞で倒れ、東京定心病院に担ぎ込まれる。関東帝新病院のように、 脳神経外科がなかったものの、この病院への入院を主張したのは早坂だった。長女のマキコは医者や看護師に共産党員や総価学会員が多いので外に病状が漏れる心配があると反論するが、早坂がそれを押し切り入院させた。ところがその日のうちに病院の事務長が病院を所管する郵政省の担当課長に連絡したことが発覚。 事務時間等を通じて、中曽根康弘首相の耳に入ることはすぐに知れた。早坂は、同日の21時頃、田中派の佐藤恵郵政大臣に、万端にわたって、最新の注意をしていただきたいと電話した。田中の回復はほぼ絶望的で、病院側に無理やり頼んで、外部には、軽い脳卒中と発表したが、所詮、当てもない時間稼ぎの苦肉の策であった。 走行ううしているうちに、田中の治療方法をめぐって、田中家と病院側、早坂の意見の食い違いが表面化し、早坂は田中家から切られる。同年6月22日、伊東ピア平川町ビルの田中角栄事務所閉鎖。同年7月9日、後藤田正春や梶山清六らからの支援を得て、工事町のマンションに事務所を開いた。政治評論家に転身を、 田中の政治的足跡や出会った人々の生き方をテーマにした著書を多く出し、人生論を若者向け雑誌に連載し、全国各地で講演活動を行うなど幅広い活動をしていた。テレビ番組では報道番組のほか、多数のトーク番組やクイズ番組、またドラマにも特別出演した。冠番組として、政財界用人との対談番組、 しげぞうの渡る世間の裏話があり、30分の生放送で司会を務めた。番組では CM 入りの時、お茶の時間があった。半世紀以上、1日平均80本前後のタバコを吸い続け、2001年暮れ、左ハ下部に直径1センチ弱のガンが発見された。2002年元旦からタバコを立ち、同年2月12日に手術。その後再発し、 2004年6月20日、肺がんのため死去した73歳坊津。自身が解説した歴史劇画大最章の中で吉田茂への反発があった旨の発言をしている。早坂と佐沢同い年で修正交流があり、警察官僚から上司だった後藤田正春は田中角栄の懐刀でもある。ありがとうございます。